ではバージョン 6.4 の続きやっていきましょうか。この白灰のピラー、この場所、ワープでももう飛べるようになってる場所、ここに来いということなので、行きましょう。過去にここに来るイベントもね、あったはずなので。だって、で、この中に入る。どういう感じに進むのか。そろそろね、時間的には5時間ぐらい、あ、ここで戦いか。5時間ぐらいになるから、終わりそうな気配もあるけどね。お待たせしました。必要な素材調達してきましたよ。多くの天使たちが協力してくれました。それが降臨の核なのですね。すみません。それを見ていたらなんだかぼーっとしてしまって。ともかく、聖典のレンズを使って、神具の創生に取り掛かりましょう。お姉様から教わった手順は確か。さすがに一から作り直すとなると、当分時間がかかりそうですね。ここはとにかく、待つしかありません。一つ伺ってもよいでしょうか。その降臨の核を目にしたとき、不思議な感覚が全身を駆け巡りました。人を愛おしいと思う気持ちや、あなたを守りたいという切なる願いに、胸の中がぐるぐるとかき乱されて、降臨の核を譲ってくださった神話時代の天使とは一体。ジアルーベ、ジアサフィル。王から授かったの、新たなる能力を復讐するこの力で。我らはジアルド・ゲノス様の手で燃焼体の構造を作り変えていただいた。今こそ貴様に見せてやろう。王の愛と王の英知が今一つに結合し、ここに輝く至高の宝玉ジアクルビだとして。感じるの、ゲノス様の力を。無敵なの、ルーベたちは。バカだな、騒ぐな。分かってる、この王の力さえあればたやすく滅ぼせる下等種族を。貴様を、ひれ伏せ王の意向に。ということで、ジアクルビダ、
これさ、最近さ、なんか2色の色をこういう風に使うってのは流行ってんのかな。ファイアーエムブレムのエンゲージ、あれもこんな感じのキャラだってね。髪の毛が2色になってるみたいな。まああれはゲーム的にも何かしらね、絡みがありそうな感じだから何とも言えないけど、チャンス使っておきましょうか。私の全てを込める、受けよ裁きの剣。どうした、惨めな羽虫、傷一つつけられずに。そんな、私では力が足りない。結構なんか、こういう二色カラーを使うのが多いよね最近。さて、エドワー君もチャンスやって、チャンス出し尽くした。しかも赤と青が多いんでね、海外だとココヤカラーみたいなね、バーバーカラーみたいな感じで言われてるそうなんだけど、ココヤの、まああれ海外なのかな、なんかそんなね表現をするみたいなのをネットで見たけど、実際海外で自ら見てるわけじゃないんで実態は分かんないけど、これまた動かされるタイプか。ドアこう諦めて自らだけでもと考えるけど、この距離で当たる、当たってるか。今助けます。厄介だね。でも攻撃力ダウンは効いてるので本当に問題ユーライダーが倒されてるんだけど、助けますじゃなくて、なんかドアコは動かない。あ、そっかそっか、倒されて即座か。これは技使ってる最中動けないんだからさ。ひざまずいて許しを請うがいい。厄介だね今。ひれ伏せ、ジア・メドローア。なんて力、必ず避けてください。無理だよ画面見ちゃった。ここで終わっていいはずありません。別の方向で一生懸命見たから。なんかまあどこのタイミングか分かんないけど、やたら動かされるような、ね、ゲーム内容になってね、ドラクエ10ね、まあ、他のゲームそれで成功してるみたいな、ね、ところがあったりするから、その流れを組みたいのか、それとも単純にこういう考えしか浮かんでないのか、なんとも言えないけど、かといって他に何かできるかって言われるよね。特にもうドラクエでは何もできないだろうみたいなところがあるからね、悲しいことに。それでも通常攻撃は耐えられてるんだよね。で、僧侶の MP もそこまで減ってるような感じでもないしで、魔法使ってきてないのかな。これ魔法じゃないよね、フリージング避けない段か。避けられてない。これ読んない段か。寄ったところでさこういうなんか外からの射撃食らうから、どっちがいいのかわからない。危ない、耐えてはいる。ようやく半分いってるね。これで即座に終わってくれればいいけどね。またなんか変身だなんだで、ちょっと待って、それ起こして誰か起きたか、勝手に離れないとダメだった。これ寄らないとダメ。まあ一応なんか流れ的なね、一回氷やった後外に出した後にまた中に入らせるみたいな、多分そういう続きの流れがあるんだろうけど、この一つの戦いのためにそんなの全部覚えるかって話になっちゃうからね。待って、なんかやってくる気配があるが、
ドアコはピオリムぐらいしかできてないから、なんかそれこそボタンレンガで戦えるようなキャラクターの方がね、本来であればいいんだよね。武闘家でやるとかね。武闘家でエイプチでアイシングライとかね。とはいえここで攻撃系をもう一体入れるかと言われると、それもまたおかしいとなる。これ安全の場所ミス、これがあるから結構あれがあってはいいかもね。ガーディアンをね、だが長引くだけだから魔剣士とガーディアンどっちがいいかは未だに悩む。一応育成はもう全部やってきたので、宝珠取りはまた武器も一つ前の世代の武器にしてる。そっちの方が行動時にバイシオンがかかるというものなので、バイキルト系が全くね今ない状況のこのパーティーだとそれが助かる。たやすく滅ぼせる下等種族など、こういう全体攻撃なんとかならんか。王の意向ジア・メドローは今助けます。いやキャンセルやってんだけどな今。私があなたを導きます。違うぞ、カカコロンがいなくなってる。色が変わるたびに今みたいなことやってくる感じだね。当たってんだもんな、どう見てもかわせてるでしょ今の。ドアコの方見てる最中に攻撃食らうから、ユーライズ耐えた。まあそれでも耐えられてるんで悪くないといえば悪くない。ちょっと操作煩雑になりすぎのような気がする。あと多分魔法系じゃないと思うのでマジックバリアがね効かないのが辛い。数少ないペンチ代名詞のガード上げるね、系統のその呪文が全く活用できてない。まだが終わるでしょいつか。ここまで生き延びられてるんだればよほど変なことを食らわない限り終わった。さてこれで終わるのか、それともまだあるのか。8分9分近くやっている。私はこの人の足を引っ張ってしまっている。自悪とらしき侵入者が白灰の試練場に向かったと聞いて急いで駆けつけたんだが、どうやら勝利したようだね。さすがだよお前たち。不快だ。不快だ。
認めない。認めない。不快だ。不快だ。不快だ。認めない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 。負けてはならない。王の輝きは。震えてる。ゲノス様の冠が。あっ、なぜなの？上昇中、燃焼体の温度が熱い、熱い、熱いの！なるほど、やりそうなことだ。我が王の王より賜った冠は能力を増強させる道具であり、敗北した私たちを破壊する道具。我が王はせめて敵を道連れにここで砕けよと言っているんだ。認めない。ルーベたちは王に選ばれた特別な二かけら。特別じゃなくなったんだ。たった今。わかるな、ルーベ。認めない、認めない、認めない。ルーベは王の愛なの。王の英知、サフィルと輝き続ける二かけらなの、永久に。ルーベはバカだ、本当にバカだ。王の英知がこんな感情を。もう爆発する。嫌だ、認めない、消えたくない。これは私がもらっていく。連中にも仲間を思いやる気持ちがあったか。ジアクトとはいえ哀れなことだ。ひとまず生き残った方を海星堂へ、英雄たちに監視してもらうのが安全だろう。今後のことは落ち着いてから決めよう。素材集めに参加した天使から聞いたよ。失われた二つの神具を復活させるため、素晴らしい成果を上げてくれたね。
神話の時代にまで奔走したというお前の働きには見合わないかもしれないが、私からの気持ちだ。受け取っておくれ。聖典のレンズの守りはこちらで固めておく。神具の完成が待ち遠しいな。おい、お二人さん、やっと帰ってきたな。地上に向かおうとしたジアクトの雑魚どもは、私たちが全部退治しておいたよ。お前たちのこと迎えに来たんだよ。後で守備を聞かせてくれよな。さすがは英雄です。それに比べて私は。ジアルーベとジアサフィルとの戦いでは己の力不足を思い知らされました。ですが私の意志に揺らぎはありません。必ずこのアストルティアとあなたを守りたい。君を守りたい。君と君の未来を。ということで、続きはバージョン 6.5。 なんかバージョン 6.5 もなんか2回続けてやるようなね感じになるそうなので、でなんでこれマーキングついてる？あと思ったんだけど、この炎すごい綺麗だね。ここの緑色がかった部分も含めた炎ので、上の方にそのジアクトというのが映ってるということで、とりあえずこれ出てみましょうか。まあ、出るのかどうかわからないけど、あ、なるほどね、下の模様のところか。多分あれでしょ、レクタリスでしょ。うん、これどこ、そもそも。あ、なるほどね、この入り口のところ。というわけで、とりあえずバージョン 6.4 のメインストーリー終えて、また続きはクエストとかもね含めて再生リストからご覧いただけたらと思います。またバージョン 6.5 になった際にはお越しいただけたら幸いです。長らくご視聴ありがとうございました。ではでは。